て、うん、まあ、エアマックスシリーズもいろんなもう、エアマックス1が出て87年からもう今にかけても毎年のようにいろんなモデルが出てるわけじゃないですか、はい、そうですね。で、まあ、いわゆるこうクラシックと呼ばれるモデル、うんうん、はたまた今ここ最近出てる最先端と呼ばれる、おう、はい、もうハイテクって言ったらいいのかな、はいはいはい、もうハイテクのあれもちょっと曖昧になってきてるけど、うん、まあまあね、これどっち取るかっていうところなんですよ。どっち取るか、エアマックスってもともとはそのエアの容量をどんどんでかくしていって、もうどんどんこう最先端にしていってっていうところやけど、はい、今振り返った時に、うん、エアマックス好きな人最先端今求めてるのかっていうところが俺の中でちょっとあって、あ、なるほど、エアマックス好きな人クラシックな方求めてないっていう。なるほどね、なるほどね。で、はい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 、これ俺の持論やねんけど、うん、2000年以降のハイテクさのこのデザインって、うん、カジュアルじゃなくなってきているというか、そうだね、スポーツ感がどんどん強いデザインになってる気がするのよ。間違いない。って考えた時にやっぱエアマックスはクラシックな方がいいよねっていう。はいはいはい。エアマックス、クラシックか田舎問題ってことですね。そうそうそう。はい、なるほどなるほど。いや、俺ね、それで言うと、ちょっとじゃあいいですか。はい。はいはいはい。これ、ちょっと、今日、ちょうどたまたま、あ、いいですか、うん、今日、入ってきたやつ。うん。これ。ノックだねー。いいですか、ベイパーの。置いちゃいますね。はい。はい。これを買ったんですよ。はいはいはい。確かに、宗志君が言うように。僕もそれ同感なんですよ、うんうん、いわゆる2000年以降は絶対にデザイナーが変わったのか、エアマックスの新なんていうの、そのベクトルというか、うんうん、これからのエアマックスに向けてっていう風な、指針というか、うんうん、が変わったのか、うんうん、何が起きたのか、ナイキの中で、はいはい、それ分かんないんだけど、明らかに2000年以降は確かにスポーティーになった、うん、ある種乱収っていうものに特化したような、うんうん、見え方だったりしたのかなっていうふうに思うんだけど、本当に宗志君のおっしゃる通りで、なんかスニーカー好きの人からしたらもうスポーティーすぎて、あのスタイリングに当てはまらないっていうのもあるし、やっぱ好みじゃないっていうのが結構、あのなんていうのかな、まあまあいいや、うん、マジョリティか、うん、マジョリティというかになっているっていうふうな感じになっているっていうふうになってて、俺もそれは同じなんですよ、うんうん、確かに。じゃあ今2001を履こうとも思うかとか思ったりするんだけど、でそれが約、まあ、20年ってすげえ長いけど、はいはい、まあまあちょっと長く続いた中で、それこそやっぱ一石を投じたのがベイパーマックスだと思うんですよ、うん、でベイパーマックスがあって270があって、で720があって、うん、2090があって、うん、みたいな、だからあったじゃないですか、いろいろと。そういう風になっても確かにちょっと寄せた感あるけど、やっぱその名残があるというかね、うんうんうん、で270はそれなりに俺の中ではヒットしたもんなのかなって思ってたりするんだけど、720がちょっと最先端すぎて、うんうん、あんまりこう響かなくて、うん、2090もコンセプト面白かったじゃないですか、うん、その2090年に出た時の、まあ、ある種100周年のエアマックス90ってこんなんだよねっていうのがモチーフになってるっていうのがあるから、それはそれで面白かったけど、じゃあこれを好きになる人がいるかって言ったら、蓋を開けたらそこまでいなかったっていうのがあったじゃないですか、いろいろと。でそこから、まあ、またいろいろ出てきたと思うんですけども、これは僕ね、とてつもなく化ける、もうそのさっきのベイバーマックスの話じゃないけど、うんうんうん、一石を投じるものなんじゃないかなと思って、なるほど、これはマジで一目惚れして買った一足なんですよ。これあのこの撮影してるタイミングで、あのこの週にまた新色が出るんやけど、うん、バーガンディーじゃん、そう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 、うん、人選ぶなって思ってる、うん、言ってたよね、うん、言ってた、人選ぶ、うん、動画内で言ってたよね、そうそうそう、うん、だから俺は履けないの、宗志君のスタイリングではないね、絶対違うやん、違う違う違う、でなんて言うんだろう、まあモードチックというか、うん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 、なんて言うんだろうな、ちょっとシティ感のある方、はいはいはい、まあ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 、は履けるんちゃうかなとは思ってんのよ、はい、で G 剣ってスタイリング幅広いやん、めちゃくちゃ広いと自負しております、はい、広いやんか、だからこれも履けるんだろうなって思ってるのよ。あ、なるほどなるほど。でじゃあもう一個踏み込んだ話をすると、はい、お願いしますよ、はい、エアマックス1とか95とか、うんうん、その辺って一つの型で何色も持ってるよね、うん、持ってます。これ何色も集める、あーそういう話そういう話か、なるほど、これ黒やからハマってないっていう、うん、あーはいかいいえで答えると、そのなんかこれ集めるか否かっていうところの、はいかいいえで答えるといいえになります、ね、なるほどね、うんうん、ただ
このなんだろうな、俺が言いたいのは、はいはいはい、エアマックスって、まあ、もちろんジョーダンもそうかもしれない、今ごめんなさいあんま疎くて分かんないけど、うんうん、毎年でも出てるでしょ、新しい出てる、出てるでしょ、うん、それと同様エアマックスも毎年新作が出るんですよ、うん、っていう風に考えたら、なんだろうな、もう今の2024年1月現在の私の考えでいくと、やっぱりもうね、一番最初の話になるかもしれないけど、値段が高すぎて、いやーもうほんまに結果そこにあのなっちゃう、そうね、そう着地がなっちゃうけど、結局そこでコレクターの人たちがもう著しく減ったじゃん、減った、なんなら俺もコレクターとももはや言えないと思う、うんうんうん、でもやっぱ吟味していく、うん、でも吟味していくっていうこと自体がちょっとまたごめんなさい、エアマックスの話から飛びますけども、うん、吟味していくっていうことがある種今のスニーカーシーンにおけるナイキ一強だった時代の、からナイキ一強だった時代からその視野が広くなっていったっていうののきっかけにもなったんじゃないかなとも正直思ってるわけよ。もう今ほんま細分化されてるもんね。もうナイキだけじゃないもんね、拍車をかけたというかね、うん、そういう風な感じもありますけど、まあだからエアマックス自体のあのあれでいくとその下火っていう風な話も最初あったじゃない。だけどその下火だになってるのか本当に、もしくは、うん、エアマックスっていうところは高い位置にあったんだけど、それ以外のメーカーモデルとかがここを追い抜いていってるっていう風な考え方もあるよね。ああ、なるほど。それおのずと試合、あ、ごめんなさい、おのずと下火になっていってるような見え方になってる。はいはいはい、うん、冒頭でその下火っていう話したけど、うん、売れてるのは多分売れてるはずなの。いや売れてるよ絶対に。売れてるのは売れてるんだけど、うん、スニーカー好きの熱量がエアマックスに対しての熱量が著しく低い。あ、それはそうだね、うん、それはそうだ今、うん、間違いない間違いない、全然見向きもされない、うん、ほんでリセールショップとかのもいろいろ話をするのよ、うん、あ、そうだね、どういうのが反応いいのか、どういうのにみんな興味を持ってるのか、うんうん、まあエアマックスここ数年全然やっぱ反応悪い。あ、悪いんだ。ただここ数ヶ月、うん、ちょっとずつその海外の人らが見るようになりだした。ああ、なるほど。ちょっとずつこうのあの上がっていくのかなって思ってて、うん、俺のこれは持論ね、はい、多分2025年、5年来年、来年、はい、エアマックス95のイエローグラデーまた絶対復刻するでしょ。まあしますね。でしょ、しますね。そのタイミングで絶対また上がると思ってんのよ。なるほど。ただ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 ここに何でしょう、ま、あの今まで通りやったらこれで上がると思う。はい、定価、その言った通り定価が爆上がりしてるから、してる、ね、ここで多分だいぶブロックかけられるはずなのよ。あー、なるほどね。これがちょっとどうだろうねっていう。だって今のまんま言ったら余裕で多分2万超えてくるでしょ。いや超える95なんか、もう2万2、3000円ぐらいいくんじゃない。でしょ、税抜きでエアマックスよ。いや本当よ。で95年のやつよ。2015年の時のエアマックス95のさっき出してくれたイエローグラデって、うん、あれ1万6000か7000ぐらいですか。そんなもん。そうだったよね、うん、17の税だった気がするんだよ。それぐらい確か、うん、うん、で 8% だったでしょ確か。だからまあ2万いかないぐらい、それでもねあれだったけど、 10% の消費税率で2万2、3000円ってもう、ね、いやいや、もう高級物ですよ。いやほんまに。でこれちょっと思ったのが、うん、昔そのインラインのスニーカーが売れへんみたいなどうったらこうだって話してたやんか。 してましたね。多分今あれ当てはまんないと思う。なんでかって言ったら、なるほど、うん、その使えるお金に限りがある、うん、その中で、うん、じゃあ何をピックするか、もちろんインラインでいいものがあればもちろんいいんだけど、うん、例えばコラボモデルであったりとか付加価値がついているものをやっぱりじゃあ選ぶよね、うん、この中で例えば10あるんと、じゃあ例えば、使えるお金がもう5万しかないと、はい、じゃあまずこの5万でスニーカー買うってなったらどこ見るかっていうと、この5万以内でそのコラボスニーカーであったりとかってなってくるよね。まあそうだな。これはもう難しくなってる、かなり。確かに。スニーカー業界自体が。そうだね。ってなった時に、じゃあ今使えるお金が、じゃあこれも2万、何倍や、2万4千円ぐらい。らいか。2万4千すんのお前。高えな。高えなお前。じゃあ3万あるとします。3万、はい。3万あるとします。はい、じゃあこの2足が並んでます。はい、じゃあ、イエローグラデじゃなくていいよ。ああ、なるほど。ブルーグラデでも何でもいいよ。何でも、はい。うん。どっち選ぶ？こっちかな。でしょ。多分、いろんなのを触って、まあ、そうだね。いろんなのを触った結果、ちょっと新しいものを言ってみたい、うん、このタイプいいなってなると思う。はい。はい、わかります。だからこれやと思うね。うん、うん、そうだね。確かに。
いやーなるほど。ね、もうこれに関してはもう最終的な話で言うと、うん、もう好みやし、うんそうだね、今のそのスタイリングに合うものを探してっていうところでもあると思うから、うん、まあ極論言えばそこやねんけど、うんうん、なんかエアマックスって言ったらやっぱもうクラシックなモデルになってるよねっていう気がするのよ、まあ、なるほどなるほど。でこれもうちょっとあの踏み込み、これこっから踏み込みたいのよ。あもうこっからこっから今スタートしてます。あスタートしてじゃあそのクラシックってなった時にはいはい、はい、じゃあ90年代ですよ。90年はい90年代、はい、じゃあもう90年から AMAX90 からとしましょう、うん、まあ AMAX1 でもいいですよ、まあはいはいはい、からまあ、2000年までの間、うん、大きくデザインが変わったのってここやと思うんです。そうだね、95年を境にデザインが一気に変わったと思う、うん、変わりました。AMAX1 から AMAX94 までって、はい、ある程度似通った部分があったりすると思う。そうだね、90の面影もあるし、そうそうそう、うんうん、特にアッパーのデザインね。そうだね、ソールはもちろんアップデートされてるよ、うんうんうん、なった時にじゃあ90年代の前半がいいのか後半がいいのかじゃあどっちよっていう。ああなるほど。って考えたらまあ前半の方になってるよな。90年代前半というかここ境の、うん、うん、ってことはここ境っていうことは何が、きっかけかというとデザイナーがティンカーから変わってるわけですよ。なるほど。ティンカーハットフィールドから。なるほど。ってことはティンカーハットフィールドやっぱ天才じゃねっていうなるほどな。っていう気がしてる。いい、で、いい着地ですね。で、その中でも、その中で、はいはい、やっぱりこう年々アップデートしていくわけ、うん、その中で、やっぱ一番最終年に出た、はい、94年ですよね。90年。AMAX94、はい。やっぱすげえ。やっぱこれなんですよ。やっぱこれだ。やっぱこれなんですよ。これだった。なんかここね、辺に多分あるんじゃない ?94 あるんじゃないかな、これだ。あ、これね。はいはいはい。94。はい。いや、一番洗練されてるってことじゃね、うん、って思った。これね、もう、まるっきり別もんやん、ね。エアマックスはエアマックスなんだろうけど。やっぱかっこいいな。いや、かっこいいのよ。これやっぱかっこいいな。で、ここで、ちょっと次の話に流れていくんだけど。あ、次の話になる。はいはい。そう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 、はいはい。今年2024年に復刻を期待するエアマックス。あ、なるほど。というか、まあ復刻であったりとか、まあ、今出てる情報であったりとかで期待してるエアマックスシリーズっていうところで、もう僕はもう2024年だったらもう今しかないでしょ、これ復刻させるのっていう。そうか、これか。そうだ、区切りのいい周年のタイミングじゃないですか。出るかな、絶妙じゃない。いやそうなのよ。だからこれが出たからといって、じゃあ人気が出るか、じゃあナイキの人らから次何復刻させましょうかっていう話が出た時に、うん、僕はこれを押します、うん、じゃああなたそれが売れるっていうことに対して責任を持てますかって言われたらそれは無理よ。それはもうほんまにニッチな層やと、もうこれが万人受けするとはもちろん思わない。そうだね、だいぶこれ賭けだね。もし出して出したとしたら賭けになると思う。そ う, そ, う そ, うそうだね、間違いない。でも多分エアマックス好きな人は刺さると思うのよ、うん、これはね。俺もずっと押してるからね、うん、この形とフォルムと。だから93がなんかハラチっぽいじゃない、うん、その口がね、うん、とかちょっとなんかこうその年代でカテゴリーをすると93だけちょっと異質なのよ、うん、そうね、うん、なんかちょっと言い方、これ93好きな人から人がいたらすごい申し訳ないんだけど、うん、ちょっと中途半端なのよね、うん、だからだったらこのぐらい変えてほしかったのあるしっていうのあるんだけど、うんうん、でもこの94がね、この93のアップグレードのね、うん、その当時のアップグレードのソールをやりつつ、うん、90のも踏襲しつつ、そうね。ただそのこの当時ぐらいなの、あのトライアックスじゃねえ、やらなきゃ、バーストとか。バーストはこれの翌年だね。翌年だ、うん、あ、じゃあこれが本当にこう、まあ、ある種オリジナルで、そうそうそう、こっからまた派生していくような感じなんだ、うん、って考えたらこれ色味も使い方、パーツの使い方とかも含めてこれは確かにかっこいいんだけど、おい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 、これはもう俺もちょっと持論というか、持論っつうかもはや俺の、うんうん、俺自身パーソナルな話で聞いてほしいんですけど、今俺これ履けないんですよ。ああ、なるほど。ちょっと俺は確かにこれ見てこう今箱から出したじゃん、うん、で俺のは結構だから、宗志くんってこう微中古で買ったでしょ、 うん、あのこの間、うん、去年去年、うん、ぐらいかな、かな、買ったじゃん。俺2013年4年ぐらい、ある種10年前ぐらい、うん、これが出た当時、ね、そう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 、うん、それをその時に買ってんだよ、ドーバーのオンラインで、うんうん、でめっちゃ履いてたの、うん、それこそその時はほぼほぼ履いてるやついなかったから、うん、ちょっとこう優越感に浸りながらっていうところもあって履いてた。
だからまたさっきのこの話じゃないんだけど、うん、ちょっとまた綺麗な942を拝めて、うん、ちょっと本当に普通にかっけえなって思っちゃったっていう、そのいいなこれやっぱり改めて見て、うん、いや思ったんだけど、さっきのこの話でいくとみたいな感じなんだけどね、ちょっとスタイリングに合わなくなってきたっていうのが正直なことなのよ。だそうね、スタイリングで言ったら俺の方がちょっと古いというか、ういやいや古い、うん、ジャンルで言ったらさ、もう昔のなんか、まあ、こっちの方がハマるやん、オールドスクール的なね、そうそうこっちはハマんないやん俺まあ履いてる印象はないなこれはね。だ俺ベイパー履かないのよ。ああそうか。だからね、Air Max の720はいけると思った。ああそうなんだ。アルファプロジェクトぐらいの あの辺のちょっと際物というか、はいはいはい、ちょっと匂うねそこら辺の。そうそうそう、ただあれも一足しか買ってない。あ、そうなんだ。集めるっていう枚数ではない。なるほどなるほど。の一発目のノーザンライズだけ。なるほどね。だけは買ったけど、だから結局集めるってなったらもうこの辺。そうか。で特に、うん、エアマックスワンももちろん買うのは買うんやけど、うん、エアマックスワンも少ないのよ俺。あんまはね、持ってないとかって話してたもん。俺2、3足しか持ってない。そうだよね、うん、いやそうかそうか。だから90も少ないのよ。ああホント。え、何が多いのじゃあ。そうっすね、エアマックスで言ったら95か BW か。あ、 BW も好き。ああそうなんだ。でも派生モデルも含めて全般って感じ。ああなるほどね。特化してこれっていうのは少ない。はあ、なるほどなるほど。でもその90年代後半で言うなら、うん、エアマックス98はドンピシャに好き。98だ、うん、ああなるほどね。97は俺合わないのよ。ああ言ってたよね、うん、そもそも足の形だったから形も合わないし、ね、デザインもそこまでハマってない。あ、ハマってないんだ。ハマってない。ああなるほど。じゃあそれで言うとさ、さっき俺さ前半か後半かみたいな話だったじゃん、うん、90年代のどっちだっていう話、うんうん、俺前半って言ったじゃん、うん、ちょっとまあ訂正になるかもしれないんだけど、90の前半はその宗主君言ったみたいに確かに集めるっていう感覚になってるのかも、はあはあ、で、そのスタイリングに合わせるとか、今2024年1月現在の G 剣がハクッという風になったら、うん、俺後半の方になってるんだよね。なるほど。そう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 、はあはあ、で言うと97ハクし、98はあんまかな。だけど、そういうことマップラもそうなってくる。ああそうだ、マップラもそうだ。そうでしょ。あ、マップラも多い。お、あ、多い、めちゃくちゃ多い。だからそのマップラと、あとはあれだ、チューンドマックスとか。はい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 。デラックスはね、たまにちょっとチューンドマックスとかマップラに飽きたタイミングで履いたりするけどそ、でもそれも結局90年代後半じゃない、はい、2000年代に履かんのかな、ね、99、デラックスは99だね。9か、うん、だからそういう風に考えたら履くんだったら後半になってるのかも。なるほど。って考えたら、今の、まあ、もちろん好みもありますよ、もちろん好みありますけど、うん、今のスタイリングで行くんだったら後半になるし、そう考えたらこれを買うにもちょっとつながってくるっていうかで、またねちょっと訂正っぽくなってしまって申し訳ないけど、その最初2000年代以降のやつが履くか履かないかって言ったら履かないよねって俺多分言ったと思うんだけど、うん、あのもはやちょっと興味はあるもん。あー、まあそれはね、そう、うんうん、そうでし、はい、履きたい今スタイリングに合わせたいっていう感覚になってるっていう風にはなってるかな。なるほど、うん、まあそれで言うなら、まあちょっと俺はスタイリングは合えへんけど、その2000年代以降のモデルとか、うん、もうただの靴好きなので、うんうん、あの一足は持ちたい。あー、なるほど、ね、どんなんだろう。なるほどなるほど。っていうのは興味自体はある。だからまあそのね、スタイリング自体多分そのスニーカー好きな人からしたらさ、まあ、俺のスタイリングって、まあ、今は全然なんてことないパーカー着てパンツ履いてビーニーかぶってっていう感じだけど、その使い方とかにしたら結構言われるのが、別になんかなんていうの、自分のことを上に上げるつもりはないんだけど、あのちょっとレベル高いっていうふうにも言われたりするのよ。だからおしゃれさん、だから僕ら周りで言ったら多分一番おしゃれさんやと思う。ああそうですか。だってコートとかも着たりするやん。コートも着ます。だから俺なんかコートなんか着いへん、はい、俺がコート着てんの考えてよ、想像してみてよ。いや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 、会えへん会えへん。それは見慣れてないだけなんじゃない。違和感よでもね、違和感よ本当に。そうだから自分自身そのなんていうの、160って身長小さいから、うん、あのだからそのコンプレックスっていうのもあって、しっかりこうおしゃれをしたいっていうのが多分、うんうんうん、あるのかな、うんうん、でな、ね、その結局体育大出たけど、あのこっちの道に走ったっていうのはそういうのもあってっていうのもあるかもしれないから、うん、あれなんだけど、でもそういう風に
エアマックス自体ってちょっとまた総括っぽくなっちゃうけど、うん、結局こういうのもあればこういうのもあるし、うん、だから全般に、うん、何かしらハマるんですよ。いや、そうね。だから今この2人だけでもこんだけこの2000年代がどったらこうとか、うん、90年代前半後半が言うて、そういろんな意見が出てくるわけや、うんうんうん、幅は広い。そうだよ。で今すげえ脱線してるんだけど、はいはいはい、今このコーナー今年復刻を期待しているエアマックシリーズ。あそうでした。もう話戻しますよ。はい、ごめんなさい。今年期待している、はいはいはい、まあ復刻を期待しているでもいいし、うん、まあシンプルに期待している、まあ、エアマックシリーズというところで、はいはい、まあ僕はまあ復刻で言えばまあここやけど、はい、ちょっと前にまあナイキが今年出るやつ発表したよね。あ、しましたね。してましたよね。しましたね。しましたね。ちょっとあの発表自体がちょっとマニアックなの多くねと思ったけど、でもあれは刺さったね。うん、あれは良かった。俺だ興奮しすぎて俺の動画で一本したもん動画。アシスタントの女の子いるんだけど、その子とこれいいよなあれいいよなっていうので一本にしました。でまあそこで、まあ、このコーナーで喋るなら、はいはいはい、僕の中ではもうサンダーマックスですよ。意義なし。意義なし。意義なし。やっと出てくる。あれいいね。いいよね。あれはもうね、あの3色出たじゃないですか、うん、画像多分出てるか分かんないですけど、うん、3色で結構3色とも奇抜っちゃ奇抜なんですよ。色強いじゃないですか、はい、うんうん、俺それで言うとこういう靴とかそのシックな落ち着いたカラーとかを好むようになったんですけど、サンダーマックス、あれは3色全色欲しい。わかるー。あれは欲しい。わかるー。まあ、特にで言うなら僕はネイビーイエロー。ネイビーイエローか、うん、やっぱオリジナルのね。なるほど。あのカラーはやっぱりあれに関してはちっちゃい頃見てはいたのよ。ああ、そうなんだ。ただそんな買えるねあれでもないし、まあね、まあ、当時で言ったら、まあ、サイズニックとかもあの、あ、ね、だって買ってもらったりとかしてたから言ってますね。やっと復刻もしない。ほんで、どこ探しても火星分解してるやつしかない、はい、当時のものしか、はい、そうね。ほんならギャルソンコラボが2年前出たじゃないですか。来た来た来た、はい、やっと出てくる。音沙汰がない。そうだね。なんでだ。でも2年開けて出すんだって、ね、やっとや。うん、確かに確かに。ほんで今年のいつ出るんかまだ分からんけどやな。いや、フォールじゃない、秋じゃないあれ。なんかね。そうそうそう。いや、もうはい、もうせっかくやったらさ、うん、もう今年のエアマックスで出してくれよって思うけど。いや、確かに確かに。いや、わかんない、サプライズあるかもよ。あるかな。あの3色は秋かもしんないけど、なんかのタイミングで出す出るかな、可能性はあるんじゃない。でも今のところ言われてんのはあのビッグバブルの青よ。青だ、ロイヤルよ。そうだね。まあそれはそれで俺は欲しいけどさ。サンダーマックスって僕的にはあんまりこの思い出は正直ないんですよ、うんうん、過去のどうだったとかってないんだけど、あれは結局そのさっきのシックの話、こういう風なの好んでますって話だと思うんだけど、あのなんかピンクもあったじゃん、うん、ショッキングピンクみたいな、あれすらも欲しいと思わせるっていうのは ある意味魅力あるっていう風に思っちゃう。そのなんて言っていいか分かんない俺は、うん、そのある意味思い出も何もないから、はいはいはい、なんていう風な言葉で表現していいか分かんないし、説明というかエピソードも何もないんだけど、ピンクも欲しいって思ってるこのこういう靴を好んでる俺が、うん、ピンクを欲しいと思わせてくれる靴ってなると、結構やっぱりその言葉にできない魅力が詰まってるというか。そうね、うん、だあれに関してはハイテク感っていうところ、うん、その最先端感っていうところもあるんだけども、うんうん、ボリューム感であったりとかシルエットっていうところ、はいはい、クラシックさもあるのよ。あるね。だどっちかというと今のあのエアマックスシリーズってどっちかというとスタイリッシュなものが多いじゃない、うん、そうだね。で俺的にはボリューム感がやっぱ欲しいのよ、うん、ある程度ボテッド感、まあ、この辺とか特にそうやけど、はいはい、あれちょうどいいっすよ。あ、ちょうどいい。なんていうの、最先端によるなら、ね、確かに確かに、あれぐらいがやっぱ僕の中ではやっぱちっちゃい頃の憧れもあったってあったけど、なんかイケてる兄ちゃんが履いてたなっていう記憶もあるし。なるほどね。なんかね、レトロシューズみたいな、多分これもある種レトロシューズになると思うんだよ、うん、マックスワンも、うん、だけど今2024年令和6年ですか、うん、になってきた時にレトロ、今の巷のレトロシューズってその年代だと思うんだよね、サンダーマックス。まあそうね。だから今であの Y2K、 そう Y2K ファッションがどうとかっていうのが何年前ですか、うん、そのぐらい結構あったりとかしたんだけど、ああいうちょっとなんか親父っぽいけど最よく見たら違う角度と最先端っぽくねっていう絶妙なラインがサンダーマックスにピタッとはまってんじゃないかなっていう、うん、そうね、はあるよね。そう、あのね、例えばナイキで言ったら P6000 とか P6000
いろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ボメロもそう、ボメロもそう、うん、俺履けないのよあれ。ああ本当、俺ちょっと苦手なのよボメロ、テック感の強いあのデザインが。ああ本当、シルバーが多めのああいう感じのなんか分かる？あ、分かるよ、言いたい、分かる。だからアシックスとかでも、うん、嫌いじゃないしいいとは思うんだけど、やっぱテック感のといえばやっぱアシックスみたいなところがあるやん。なるほどなるほど。苦手なのよ。ああ、苦手な、苦手なんだ。苦手なの。なるほど。人が履いてるのはいいのよ。うん、だから自分にもハマらんと思うし、違和感でしかないのよ。あれをカジュアルに履けるのが。どうしてもスポーツ感が強すぎる。はい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 、はい。から、ちょっと苦手なんだけど、うん、でもサンダーマックスはいいんですだ、それで言ったら、俺、うん、エアマックス97のシルバーバレットもちょっと苦手。あ、ほんと。嫌いじゃないよ、うん、人が履いてるのはもちろんかっこいいし、自分が履いた時にはまらないな。ああなるほど。 俺97大好きなんだよ。いや、うん、だけど俺それで言うと P6000 が苦手。あなんかね俺の中では違う、うんうん、で結構人気じゃないですか。人気で、あれ安いんでしょ。しかも安いでしょ。安いし履き心地もいい。ああいいんでしょ、うん、俺絶対って言い方じゃないか。だけど俺多分ないもう何かがないと買わないし、うん、多分履かないと思うかなっていうふうにはない、うん、まあそれもね全ては好みだから。そう、ね、あれだけど、うん、だからそうだな。サンダーマックスか。サンダーマックスは期待したい、期待したいけど、もう早く出てほしいワクワクしてる。もうワクワクしてる。なんなら今年一番こう出る、今の段階でもいろんな発売情報ってあるやん。ありますね。もう1番2番ぐらいにもう早く出てってこと。あー本当。あれ何だっけ、今年発売してほしいみたいな。あー、ね、今月欲しいスニーカーとでやってたよ、ね、合わせてやったやつ。そうだな。いや、サンダーマックス、あれサンダーマックス紹介してたっけ。してるしてるね。一番最後に紹介した。大鳥大鳥大鳥も大鳥。あ、ほんと。今年期待してるのはジョーダン4のミリタリーブルーっていうのがあるんだけど、はいはいはい、それと、サンダーマックスはもう早く欲しい。ああいい、ね。まあ他にもコラボモデルいっぱいあったりとかするから、まあそれはそれなんだけど、間違いない。サンダーマックス、まあ、それを含めたとしてもサンダーマックスやっとくるっていうテンション感。なるほど。なんかある？俺はそれで言うとですね、いろんなところで言ってたりするし、うん、俺の動画でも結構言ってたりするんですけど、9号っすね。あ、こっち？9号です。うん、ちょっと話させてもらうと、うん、9号自体、今、めちゃくちゃ熱いっす。それで言うとさ、どうぞどうぞどうぞ。今今日、パッと思い浮かんでんけど、うん、9号で言うと、この撮影の前日に小島さんが、あげてたー。リバースネオを上げてたやん。うん、リバースネオを上げてた。上げてた。あれ多分去年ぐらいかな。あれ去年誰だったの？ JD スポーツかどっかが別注かなんかで出してたと思うね。あ、そうなん。で、多分それと一緒っぽいなって思って、写真を見た時に。で、見比べても多分違うとこがないかな。多分それをアトモスでも出すんかなっていうふうに思ったのよ。なんかどうなんだろう、俺ちょっとマジであれいいなと思っちゃって。 いいよね、あれよかった、うん、だけど確かにちょっとすごめんなさい、裏の話になってしまうけど、うん、小島さんがこれを上げたタイミングで他のところもちょっと見たんですよ、うん、昨日かな、うんうん、昨日一昨日かで、なんかこれ発売するのかなと思って見たら、うん、何のこう掲載情報ないんですよ。で、うん、これ言っていいかな、ナイキって、うん、まあナイキじゃなくても、うん、情報解禁って結構シビアなんですよ、うん。で、小島さんだけ上げるってちょっと考えにくいんです、うんうん、上げるんだったら一斉にバンって上げてるイメージになるんだよね。だけどないってことは多分 JD スポーツの過去のものをそのまま持ってきたのか、なんかそんな、なんかそんな感じがするよね。なんかでも撮り方がちょっといやらしくて、小島さんいやらしいですよ、あの撮り方って小島さんはやらしいよ、いやらしい撮り方してる。なんか赤箱からやってる感が、うんうんうん、なんかちょっとそのナイキの撮影用としておか、うんうん、なんか会社からか会社に送られてきたものをパッて撮ってる感があったから、うんうん、これ出んのかなって思ったんだけど、いやっていう多分だから元々その、まあ、別注って言っても別に他が注文すれば言うたらできるわけやんか。まあそうだね。例えばニューエラやったとしても別注って言ってるけど他も作れたりするし、だから多分それをアトモスがやっぱ面白いと思って作ったんちゃうのかな。どうなんだろう、なんか違う部分あるのかな。いや分からんよ、ね、こればっかりはもう想像やからさ、その話をもらってるわけじゃないから。しかも最近アトモスの別注ないからね。
ナイキで言うと。あ、そうね。ないね。だから、そういうのがちょっと隠し玉じゃないけど、うん、今年のあれとして、でも、9号だったら来年やるしな、とか思っちゃうしね。なんかその布石としてリバースを先に出すみたいな。なるほどね。だとしたら長いね。長いね。回収長いよ。いやいや、時間かけるよ、ナイキさん。本当に。でも、9号は去年は、うん、正直、まあ、出てたとは思うんだけど、なんかイメージとしてはマックスワンがめっちゃ出たイメージなのね。まあそうね、ビッグバブル出て、うん、そうだし、まあそれで言うと35周年じゃないのか、あれ違うか、35周年、80、マックスワンは87だから、まあ全然ビッグバブルが出たからかわかんないけど、でもマックスワン結構カラーバリーも豊富に出たようなイメージがあって、それで言うと9号も同じぐらい、例年だとね、同じぐらいのその展開ラインナップ数だったのがあんまりこう出てたんだよ、出てたんだけど、うんうん、あんまりこんな多くラインナップとして出てなかったのかなっていう風な印象があったと。確かに。でその中でコーティーズ、何やな、9号のさ、いや絶対見たらわかるよ。何何、あのほらこれ、あー、はい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 、ありましたね。あったじゃない、うん、この色も違ったりとかいろいろあって、で小島さんが普通になんか欲しくて買ったみたいなことで、うん、あのアトモス TV さんの方でもやってたりとかしてたんだけど、こういうので結構9号が再熱って言えばいいのかな、すごいまたグーンって上がってきてるんですよ、うんうんうん、で僕が知ってるおしゃれな子たちも9号をめちゃくちゃ履いてたりするし、なんかそういうなんかやっぱおじさんになってきてるんで、うん、若い子のなんかそういうのを取り入れたいっていうのも、まあ、少なからずなんか、まあまあ、あるのかな。いやだってそうでもしないとやっぱ昔を、あの年を取れば取るほど昔を美化しちゃうからそうなのよ、この時代が良かったとかなんかそういうのね、うん、あるかもしれない。わかるわかる、うん、でも9号はそのさっき宗主君も言ってたけど、ボリューム感っていう意味では俺はだよ、うん、これがベストだと思ってる。なるほど。で言うとサンダーマックスと天秤にかけたらちょっと物足りなさはあるのかもしれない、あのサンダーマックスは、うん、はいはいはい、だけど9号のこのボリューム感で、まあ、黒だったりとか渋めのカラーとか、もしかしたらこのちょっとこう蛍光色に近いような結構インパクトが強めなカラーリングだったりとかっていうのとかもなんか出てきてほしいなっていうのがある、うんうんうん、でさっき言ったみたいに来年が2025年の、30周年になるっていうこともあるから、うん、絶対にこういうのが出てくるだろうし、うん、ピックアップはされていくんだろうけど、アニバーサリーイヤーイブとしての2024年はどんな展開をして、このそれこそさっきの布石じゃないけど、うんうんうん、こうやっていくのかっていうのが楽しみかなって思うね。なるほど、うん、でもそれで言ったらさ、それで言ったら何ですか、節目の周年のモデルってエアマックシリーズあるわけですよ、うん、こいつ以外にも、うん、はい、エアマックススクエア。スクエアって94なの？94。あ、そうなんだ。スクエアライトは出てるのよ。いや、何なんだろうね。あの基準は何なんだろう、ね、なんでライトは出してスクエア出せへんねんって思ってるよ。かなりポテッとしてんねんけど、はいはいはい、一回も復刻してない。あー、これでしょ、これでしょ、なんか。それ。バッシュっぽいみたいな。バッシュなのかな？あなたのバッシュ像が分かれへん。これはマジで出てほしい。なんかちょっとそのソールの形状であったりとか、まあグリフィーマックスっぽくさもちょっとあるかなって思って。あー、なるほどね。はい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 、これはの復刻はマジであの今年逃したらないんちゃうかなって思ってる、うん、もはや、うん、でもさ、この形で行くんだったらさ、180も出るっていう話じゃないですか。180出るって話あるね。なんで180このタイミングと思ってるけど、ね、なんか180が出てこのスクエアも出すってなんかちょっとカニバっちゃう感じしない？そう。いや、だからこれもそれはスクエアはもう願望。願望。個人的に。いや、もうこんだけ節目の周年ね。2024年、うん、1994年30周年ですよ。はいはいはい。今でしょ。今でしょ。今逃したらもう次いつ出すの？まあそうだね。なんかな、でも最近のその周年だからどのこうのっていうのがちょっとずつなくなって。きてるっていうか、なくなってきてるって言い方変か、多分まあ製造の関係とか納品の関係とかもあるだろうから、ちょっとズレは生じるっていうことでの180が今年だったりとかいろいろあると思うんだけど、そう考えたらこの数年ぐらいちょっとあれしててもいいんじゃない、スクエアは期待しててもいいんじゃない、うん、エアマックス自体がこれから伸びていくところはでも確かにその復刻のタイミングとか、うん、その展開するものとかにやっぱよるじゃん、うん、それはもうエアマックスに限ることじゃないし、例えばニューバランスでもね、このタイミングで
これ出さないんかいで落ちてしまう可能性だってあるし、99、うん、なんちゃらとか、うん、俺全然ごめんなさい、うん、詳しくないのに引き合いに出しちゃったけど、うん、だけどそういう風なのもエアマックスにもちろん当てはまると思うので、どのタイミングでこれを出すかっていうところに関しては、でもとはいえもう老舗中の老舗というか、うん、もうブランドじゃないですか。だからそこら辺はなんか考えはあるんだろうけど、そうあの、うん、これに関しては僕ら一ユーザーがグダグダ言うてるだけなので、メーカーはねもう全部のデータがあるわけですよ。そうで今なんかもう AI が発達してとか、うん、もういろんなデータを駆使して、じゃあこれをこのタイミングで出そうっていうのが絶対あるはずなんで、そうだね、もうこれは一ユーザーのたわごとです。そういうふうに聞いてください、はいはい、で Q5 も出しましたけど、俺もこういうのももちろん好きだっていうこともありますので、今後の例えば2024とか、うん、エアマックス2024でもし出るんだったら、なんかリークでも出てるじゃないですか、あれね、ちょっとリークであれが出るか出ないか出ないか分かんないですけど、もしあれが出るんだちょっといいかもって思ってるの。あれはホールも欲しい、ちょっとソールがさ、なんかこうボールが入ってる、そうそうそうみたいなやつとか、うん、で一見ねちょっときついなって思って、タワゴトですからね、うん、タワゴトですよ、きついな、ちょっとこれ履けねえなって一瞬思ったりするんだけど、よくよく見た時に、あでもこれワンチャンこれ履いてみてスタイリング組めるかもなって思ってる自分もいたり、あだからそのもしその今のこの何だろう話の題名っていうか、そのあれとしての答えで言うんだったら、これとまたちょっと分かんないけど新たに出るエアマックスに期待したいなっていう感じかな。あれとかさ、もうまあ、こういうのとかがもう万人受けするようなモデルというならば、もうあれもうゲテモンよ。そう、キワモンよ、あれキワモンだな。でも俺も欲しい、うん、なんかちょっとあれいいんだよな、ちょっとそう。で、あのエアマックス、あのエアの形状って多分昔あったのよ、2000年代に。何やったかはっきりは覚えてないけど、何やったっけな、エアマックス2005、2006その辺ぐらいやったかな。じゃあ2000年から2005年ぐらいの間に確かあったのよ、はいはいはい、なるほどね。多分それを多分踏襲してるのかなとは思う。ああ、いやもうめちゃくちゃ俺より詳しいなやっぱり。マスターオブエアもう返上しちゃうから。違う知ってるから、ま、マスターオブエアになれるんであれば。違うの？もっと上がおるから。ああ、そうか。それで言うなら。俺みたいなペーペーがなれるもんじゃねえか。それやったら小島さんだわ。ああ、間違いないです。なるほど ね。いやー、すごいわ。うん、やっぱいろいろね、組織とこうやって話してるとね、やっぱ勉強になるんだろ。なんでなの？なんでなの？エアマックスの話で俺も呼んでもらってるのに、なんか、勉強していい日だったな。違う。いろいろおかしい。間違えてる。っていう感じでですね、はいはいはい、まあいろいろグダグダ喋ったわけではございますが、はい、もうどのくらい経りました？トータル1時間半くらい喋ってるよ。これも何本かに分けようかなと思ってましたよね。当初の予定では1本で出す予定だけど、ね、多分 2,3 本に分ける可能性が出てきました。いや、これでよ、1万回も終わんなかったらマジで謝罪では、これは。いや、だこれに関してはだから、このエアマックストークっていうこのコーナーに関してはもうちょっとずつ育てていくコーナーだから。まあ言ってくれたけどね、最初に。そう、エアマックスを盛り上げていこうっていうですね。でもとはいえにね、こんな素晴らしいチャンネルで俺が出させてもらってさ、まあなんか結果残すっていう感覚ではなく、ただ友達としてねこうやって話したっていう感覚ではもちろんあるんだけど、蓋開けた時にさ、もう8000回とかさ、いや、ソウシ君の動画でありえないだろ、みたいな。っていう風になっちゃったら、これはちょっと貸し寄り案件です。いいの。だから今年はもうとことん好きなことを追求して発信していくっていう年だから。それがソウシネット10周年。はい。なるほど。まあこういった、エアマックスを題材にした、動画っていうのを、まあ定期的に上げていきますので、ぜひご覧いただいている皆様の中で、エアマックス好きの方、いると思います。まあそうだね。いるはずです。はい。いう方はですね、ぜひ、こういうことをやってほしいとか、もしあればコメントいただきたいですし、そうですね。ぜひ皆さんで一緒にこのコーナー盛り上げていきましょう。はい、お願いします。ぜひよろしくお願いいたします。そして、はい、今1時間半と言いました。はい。それでですね、やっぱ編集するのが宗主君なんですよ。はい。で、それでね、毎月って言ってくれましたけども、これ毎月上がんなくなったら、この長尺のせいです。編集がめんどくせえってなっちゃってる可能性があるんで、そこはね、ほんと申し訳ないなと。もしかしたらいつもより編集が雑かもしれない。それでもいいんじゃないですか。それでもいいんじゃないですかって言うのも。なんやったらもう上のコーナー名だけでテロップ一切入らんかもしれない。もう雑談です、これは。なるほど、はい。このコーナーをやるにあたって、なんとなくのイメージ、動画のこういうイメージで作ろうって思って参考にしてたのが、はい、
野球の上原浩二さんの、あの雑談魂と、あとはネットフリックスのライトハウスあの若林さんと星野源さんで、うん、そう2人が喋ってる確かにあれを、モチーフにこの動画自体そうなんだ枠組み内容自体は全然違うけど、まあもちろんね、なんとなくのイメージの動画としてのパッケージとしてはああいうイメージ、うん、あそういう感じだったんだじゃあいいかじゃあいいんですじゃあいいかいいんですよすごいラフだったもんね、はい、2人もねだから多分ご覧いただいてる皆様にもあのながら聞きとかあいいですねしてもらえるとすごくそんなもう作業用 BGM レベルでそんな感じで、はい、ということで概要欄の方にですね GK の、インスタグラム等のリンクも貼っておりますので皆さんフォローチェックよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録そして通知もよろしくお願いいたします。また次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイ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 。